で、またこの続きやってみたいんですが、もう一度やってみたいと思います。まあ連続してやると早く、まあ連続してやってみます、とにかく。この、土地、使用が、小学校、低学年と、れるし、幼年と、その王子さんらしき人に追いついた。その時、少年はセリーヌと叫んだ。少年の視線の先には犬が一匹いた。セリーヌ、ドッグフード、いっぱいあげるからおいで。と少年が叫んだのを聞いて、寂しいものを感じた。ペットとの関係を気づくで、さを与えるのは自由よ、だがそれは最使用の自由だんで、やがては愛知用の方が自由になっていくものだと思ったからだ。おさようう年にこんな考えを望むのは無理かもしれないが、無理かもですね、無理かもしれないが、遠くにいた犬がこちらに向かう、せっかくいいペースできたのに、向かって走ってきた。のもとへ来るのかと思ったら、使用年の脇を通り過ぎて、向こうの方へ走っていってしまった。マジか。タイムは早いんですが、でもやっぱミスしてしまいました。どうも同時打点の文字が速くなればなるほどスペースを押してしまう感じがするんです。なんとか直したいなとは思うんですが、どうするか、もう一度、もうこれはもう違うやつをやってみたいと思います。どこやってみるか、ほとんどまあやってしまったんですが、どこをやるか、そうですね、時間もあとまああと5分以上なので、これまたやってみたいと思います。84をやってみたいと思います。ですね、プラトンの言葉にあるヘラクレスの柱の開始役により議論が分かれている、間違えてしまいました、議論が分かれているがアトランティスは約1、2、4に体制を
仕様になった大陸であるという説が有利欲である。ああ、来ました。やっぱスピードマッカーの重視性と見せてしまいますね。な資源や私欲に恵まれた楽園 だったと言われている。トランティスの滅亡については火山噴火や地震による津波に説、地球全体の異変による説などさまざまな説がある。また人工都合に生き延びた人たちが古代エジプト文明の基礎を築いたという説もあり、エジプトとアメリカのピラミッドの地勢に加え、フロリダ沖の北大西洋の海地でピラミッドが発見されたことで、トランティス大陸についての議論が活発になった。このように長い間、人々がアトランティス大陸について考える理由としては、古代の事実を知りたいということだけでなく、豊かな楽園が存在したということを、を信じたいという気持ちも含まれているのだろう。おお、結構早く233秒でクリアしたんですが、ミスが多かったですね。何度も何度もやってるのにミスが多かったです。時間は8分なんで、そうそう聞きたいと思うんですが、次はどこやるか。大体もうこの文章は何度もやっているんですが、そうですね、せっかくなんでまず中級編も、中級編の後ろからやってみようかなと思います。次は中級編の60、親指シフト入力編、中級編練習問題69、合格の目安88をやってみたいと思います。